はい、こんにちは。三宅模型三代目店主、三宅和明と申します。今回もホビーショーの動画楽しんでいただけてますでしょうか。静岡まで行ってきまして、今年はね、業者日もね、めちゃくちゃ人が多かった。結構びっくりするぐらい。それでね、バンダイさん、ことぶき屋さん、こちらの方がね、例年通りちょっとムービーを回すことができませんでしたので、中をね、見ながらちょっと写真を撮ってきて、でそれをスライドにしてございます。そちらの方でね、ちょっと今私がもうたどたどしい感じなんですけれども、ちょっと声を当てて、はい、スライド流したいなというふうに思っておりますので、そちらの方見ていただければなというふうに思います。ではどうぞ。はい、まずはことぶき屋からスタートですね。最初は総裁少女庭園、こちらの方非常に人気のあるシリーズでして、どんどんと新しいもの発表になってますね。次がアルカナディアシリーズ、これもすごいですね。エルメダの原型がね、初めて出たんじゃないかな。それからこちらもアルカナディア、このルミティアの大きいやつ、これはどういう展開をするんだろうな。現地ではちょっと聞いてきませんでした、ごめんなさい。それから女神デバイスコラボ、こちらの方はね、今まで出たもののバリエーションであったりとか、進化なども発表になってます。それから女神デバイス、こちらね、つくよみのレガリアだったり、キュービのね、軽装だったり、この辺が発表です。それからガオファイガー、こちらの方は近々予約が始まるようです。ゴーライのでっかいのも見えますね。それからこちらがフレイムアームズガール、こちらの方もね、どんどん展開進んで、まだどんどんと展開するようです。それからロクマン、こちらもね、かなり人気がある商品で、どんどんと新刊が発表されてますね。それからね、まさかね、このシリーズシグマまで出るとは思いませんでしたね。でこちらナッチン、それからあれですね、タモツとかね、あの辺のマルトイズのシリーズですね。はい、それからウルトラマン出るんですね、新ウルトラマン。こちらはバーゼラルド、フレームアームズになりますかね。はい、それからこちらの方は、ウェポン系ですね。このリボンとかもね、いろいろ面白い使い方をできそうです。はい、それからゾイドの方も、もちろん展開していきます。いや、ことぶき屋さんは結構商品がね、層が厚いですね。それからこちらの方、これね、当て字でやってきたけど、このヘキサギアすごいですね。はい、それからガバナーも新製品と発表になっております。それからかなり大型のものも飾ってありました。から、勇者シリーズもね、どんどんと増えていってますね。あと何体ぐらいでフルコンプするんだろうな。これね、最近展開し始めました、こちらの方も、メガロマリアも、好評のようです。それからね、これはね、何だっけ、忘れた。はい、アーマードコアのシリーズですね。はい、これ今まで出てたものだけど、これもちっちゃいやつなのかな。でこちらがね、今までことぶき屋さんが出してたシリーズの、再生産ものがずっと並んでますね。でこっからがバンダイさんになります。はい、でバンダイさん、プラノサウルス、これはね、ほんと子供と一緒に、子供たちを育てるのすごくね、いい経験になるんじゃないかなというものですね。で結構大型のブラキオサウルス、こちらが発表になりました。これはかっこいいですね。まさかね、バンダイさんとタミヤさんで製品が被ることがね、出てくるとは。プテラノドンもね、いろいろ恐竜系は被ってはいるんですけれども。それからポケプラクイック、こちらの方はね、もう私激推しでございます。これのね、新商品の方はちょっとね、撮影禁止ということで撮ってきてませんが、で100分の1のね、最近展開している、差し替え式のバルキリー、こちらも新しいの。あとね、これちょっとびっくりしましたね、ゴジラコングのやつですね。そちらの方のゴジラが骨格付きで、あとね、怪獣8号の方で、なんだっけこの子、篠宮キコル、新製品です。それから遊戯王シリーズもまだ、ずっとね、新しいものを展開されていきます。でウルトラマンもね、随随とね、出てきますね。仮面ライダー、今度はね、最終フォームのタイプをね、いろいろとこれからやっていくそうです。それから渡るのシリーズもね、まだ続きますね。はい、ここ初公開ということね、今回ね。これはね、商品企画という形でね、盆栽のプラモデル、バンダイさん企画しているようです。ちょっと面白いですね。それからダンボール戦記復活して、再生産なのかな、価格未定になってるから、ちょっとね、リニューアルかかるのか。こちらの方のアイマスシリーズもね、どんどんと出てくるようです。
で、こちらの30ミニッツシスターズ、これもね今結構鉄板ですね。どんどんと入ってきますね。これだけ並ぶと結構壮観ですね、はい、しかもさらに自分で組み替えとかでねいろいろとできると思うと。でこれがね30ミニッツ、ファンタジー新しいシリーズになります。で、こちらの方は、まあ、本家と言っていいのかな、30ミニッツミッション、はい、ここからスタートしたような感じですね。これもどん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 進化してます。で BB 戦士、はい、こちらの方も、まあ、いろんなことができるというね、まあ、今だ結構大人向けになってきたかな。でね、これからねブレイカーも含めてウェポン系がねバンダイさん別売で出してきますので、そちらの方のねいろんな面白い紹介ございました。はい、ここもそうですね、ねエールストライカーだったりとかねランチャーソードだったりが別売りで出てくるので、あとハンド系ですか、はい、でこちらの方がメタバースの方のね商品、これからはいコマンドクワンタとかねその辺ですね。それからね MGSD ではウィングゼロエンドレスワルツ、こちらの方が出てくるようです。はい、それからね暁の大足装備、こちらの方が RG で登場ということで、メッキの厚みとかすっげえ気使うんだろうな。はい、それから劇場版シードめちゃくちゃ好評ですね。そちらの方からもいろいろと、はい、角付きのズゴックも発売になるようです。でこちらの方はねもうね皆さん知ってるかとは思うんですけれども、これから発売になりますね。はい、それからこれがネットフリックスさんでやるガンダムだったっていうのはちょっとなんかね異色のガンダムではあるとは思うんですけど、そちらからも立体化ございます。それからねこれも何かで発表してたかな、ボリノークサマン、それからがサイコガンダムマーク2とね、まだちょっと発売月とかなり先ですけれども発表になっております。それからねプル2もそうですし、ルナマリアホーク、こちらの方が7月ですね。はい、それからね水星の魔女もまだ止まりません。こちらフィギュアの方の展開がまだございます。はい、それからもうちょっとで出てくるシナンジュスタイルのナラティブ版ですね。こちらもすごいですね。はい、ナラティブ、この前のねナラティブガンダムも良かったですし、それからこちらが RG のガンダムのバージョン 2.0 ということで、かなりリニューアルって言えばいいのかな、もう完全別物ですね。相当これはなんかこの前の PG のねガンダムにちょっと形状も似てる、まあ今の一番スタンダードのガンダムっていう形になるんでしょうね。でかなりロック機構とかを使ってポージングもねガチッと決まるということで、はい、面白いですね。でこれですよ、はい、イロプラ初代ガンダム、一番僕の推し。はい、どうでしたでしょうか皆さん。こんな感じでね本当ねすごい人だったから、こう携帯をね人の間からこう出しながら、はい、それでこうシャッターを切ってまいりました。で今回の発表もねどれも熱い感じでね、しかもねバンダイさんって実は今までこの開発中の発表とかってここまで多くなかったと思うんですよ。全然発売日未定のものとか、まあ寿屋さんはね結構流れ的にあったとは思うんですけれども、バンダイさんがやっと発売日決まったものの発表とかが多かったのに、今回はねかなり先までこうドキドキさせてくれるようなものの発表たくさんあったかと思います。はい、なんかねもう本当にずっとこれからねまだおおこれが出るなら俺は死ねねえみたいなね、そんな感じのところもあるんじゃないでしょうか。はい、ということでホビショーのバンダイさんと寿屋さんのスライドショーでした。はい、三宅模型では各種 SNS やってございます。それからね YouTube もチャンネル登録、それから高評価いただけますとモチベーションも上がりますので、ぜひよろしくお願いいたします。あとね不定期ではございますがライブ配信もやってございますので、ぜひ遊びに来てみてください。よろしくお願いします。まあまあまあ、うん、あとねホビショーからこう僕メガネデビューしたんですけれども、現地で気づいた人ほぼいませんでした。